そしたら、餌をつけます。まずは、生オキアミから。まず、普通の腹掛けですね、この尻尾、この尻尾の尾羽をこう外して、で、エビのこの真ん中のところをですね、真ん中のところからこういう風に刺していきます。で、この結び目のところのところまでギュッとこうちょっとこう押し込むような感じで、で最初は頭を、つけておきます。餌取りとかフグとかがいたら、このまず目玉を食べに行きますんで、何か魚がいるかどうかを確認するために、最初はこのエビ1匹そのまんまをつけるようにします。